VYM の分配金が発表となりました。早速ですけども、分配金速報をご紹介するとともに、今回の動画では、どこが最初に手を挙げるのか、皆さんも気になっている VYM の買い付け手数料無料、これについて僕なりの考え、予想をですね、ご紹介させていただきたいと思います。このチャンネルでは、高配当 ETF や投資信託についての情報を発信しておりまして、今回のような配当速報とか、お得な運用方法ってどんなんなのかなっていうのを紹介しております。 その他にも、証券会社情報。例えば、こんな証券会社が今、お得なサービス始めてますよ、みたいなことをですね、発信しております。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。チャンネルの紹介が長くなっちゃいましたけども、早速、分配金といたしましては、2022年9月、0.7672ドルという結果でした。これが、前年同期比プラスの2.46%ということで、見事、前年よりもアップしました。 これでの皆さん、おめでとうございます。まあ、この動画ご覧になられている方で v i m って何なのっていう人は結構少ないと思うんですけれども、もうね、すいません。あのー、細かい説明は割愛させてください。経費率とか、えー、どこの会社とか、預かりさん、そこら辺は他のユーチューバーの方の動画でも見てください。v i m って簡単に言っちゃうと、堅実かつ安定的に増配していくマネーマシーンっていうところでしょう。もうこれでですね、この ETF についての説明ってこと足りると思ってます。 では、この VYM の今までの配当履歴等を見ながらですね、今回の分配金がどうだったのか、改めて細かく見てみましょう。まず、2021年3月からの分配金がこんな感じになってます。1株当たりだいたい0.6ドルはコンスタントに超えてきて、多い時だと0.94ドルぐらい出てますね。今回の分配金っていうのは、前年同期比がプラスの2.46%で、前回比としてはマイナスの9.5%でした。 前年同期比プラスの2.46というのはまあちょっと物足りないような気もしますけれども VYM の性質を考えれば高い増配率を望むっていうのはそもそもちょっと違うかなと思っております年単位での配当履歴ってのがこんな感じになってて2011年頃は 1. 点数ドル台だったんですけども2015年から22年までは 2. 点数ドル台21年についてはついに1株当たり3ドルの大台に乗ってきました 第3クォーターまで分配金情報が出てきたら、次はやっぱり第4クォーター、そして年間としてどうなるのかっていうのがやっぱり気になるところです。2021年の分配金は、さっきも言ったように3ドル超えてきたんですけれども、22年現在の累計っていうのが2.82ドルになってきます。ということで、去年との差は現状0.82ドル。これだけ分配金が出たら前年と同等ってことです。 ちなみに21年の第4クォーターが過去最高の0.94ドルということでした。じゃあ、前年同期比でどれぐらいだったらいいのかっていうと、前年同期比マイナス12.8%という結果でですね、第4クォーター迎えることができれば、前年同等という結果です。まあ、v y m の過去の実績を踏まえれば、なんとかいけるんじゃないかなというところですね。第4クォーターも期待しておきましょう。過去の分配金推移と利回りを、 えグラフにしちゃうとこんな感じになってます。5年程度だと VYM の本当の力ってなかなかわからないかもしれませんけど、なだらかに右肩上がりになってるっていうのは皆さんもわかっていただけるかと思います。利回りとしてはだいたい3%前後を推移してますね。配当金も増えていってますけども、株価も緩やかですけどもしっかりと上がっていってくれてる。結果として利回りが3%前後をずっと推移してるっていうのが VYM になります。では、まあ、じわじわと増えていってるのはわかるんですけども、改めて増配率を見てみましょう。 2011年からの配当金ではなく、今度は増配率になります。2011年から、こうやって見てみると、えー、過去10年間ですね、減配の年なしという結果で素晴らしいですね。ここ最近はですね、まあ、1桁的、1桁の増配が多いですね。10年増配率は8.77%なんですけども、5年増配率としては6.76%になります。この6.76、皆さん、どれぐらいを求めてますかね いわゆる配当王とかになってくると年間の増配率5%切ってきたりすることもあるんでまあまあまあ VYM の詰め合わせってことを考えれば決して低すぎるってことはないと思いますでは株価と利回りについても見てみましょう VYM はやっぱりですね何気に株価推移も結構優秀ってのが魅力だと思いますこちらコロナショック前からの株価推移になっておりましてこうやって見てみるとですね 1> ここ1年ぐらいかな。2021年の中盤からは、レンジ相場が続いております。ただ、そこまで意識されるようなラインではないかもしれませんけども、95ドルから98ドルあたり。ここら辺っていうのはですね、結構投資家にとっても意識されるポイントなんじゃないかなと思います。まだですね、そこまで全然突き当たる気配もないんですけども、ここら辺まで来て、割るようなことがあったらちょっと怖いですけど、反発すれば買い増していってもいいかなと思います。そして、年初来。皆さん。 ポートフォリオの成績どんな感じですかね僕はズタボロなんですけれども、こちらオレンジが VOO。ということで、VOO よりも株価推移も非常に優秀になっております。もう9月の中盤に差し掛かりましたけども、今年はもうこのままですね、後輩当 ETF 圧勝の1年になるでしょう。こんなですね、株価推移見て優秀な VYM なんですけども、海外の投資家とか、 アナリストからどんな評価を受けているのか、ちょっと紹介してみたいと思います。僕がよく使っている海外サイト、SeekingAlpha というサイトがあるんですけども、結構いろんな投資家がコラムとかを出したりですとか、ETF の評価、格付けなんてのがされています。この ETF グレードっていうのを見てみますと、VYM は、モメンタム、経費、配当、リスク、そして資金の流入、すべてですね、B プラス以上、A プラスとか A マイナスとか、そんな感じになっています。 この評価どれぐらいすごいのかっていうと、個別株でこれぐらい優秀なのって、ぶっちゃけマイクロソフトとかぐらいしかないんですよね。まあ、それぐらいすごい正式の VIM。配当金については A プラスという評価出てますけども、増配率こそちょっと物足りないかなっていう評価ですけど、連続増配年数とか、リ回りすべてがですね、平均的に優秀、秀才タイプな。 そんな感じのですね、ETF という評価を受けてます。これについては日本の投資家の方とですね、ほぼ認識一緒なんじゃないかなと思うんですけども。じゃあ、この VYM、どんどん買っていきたいんだけど、今後何ドルの時に買おうか、ということをですね、今のチャート見ながら指を加えて迷っている皆さん、あの時何ドルで買えていたら、今後何ドルで買えば、利回りがこれぐらいになるんだろう、みたいなところを見ていきましょう。まず VYM、3月、6月、9月の分配金がこんだけになりまして、 12月はまだわかりません。ということで、一旦はこの3回の分配金の平均値、これがですね、12月になると仮定して、年間の合計が3.04ドルになるという前提でですね、購入利回り考えていきましょう。実際は多分もうちょっと上振れしてくれるだろうと期待してるんですけれども、この場合、コロナショックのタイミング、直前、そしてコロナショックの底、そして最高値と現在、 これらの4つのポイントで購入した場合の分配金利回り、取得単価に対する利回りがどれぐらいになるのかって言いますと、こんな感じになります。コロナショックの底で変えていたとしてもですね、利回りとしては4.78%ぐらいということで、まあやっぱり VIM で5%を超えるっていうのは現実的に厳しいですね。本当にもう10年ぐらい持ち続けないと、ここまでの YOC にはならないと思います。ただ現在でもちょっと株価落ち着いてることもあって、2.94%。 もうちょっとですね、激しい利上げなどによって株価が下がれば、母家に対して3%ぐらいで購入することもできると思います。皆さん、だいたい取得単価どれぐらいでしょう多分100ドルちょいぐらいで購入されてれば結構優秀な、それこそ3%ぐらいになってくるかと思うんですけれども、よろしければ取得単価、コメントを教えていただければと思います。では、購入する金額についてはですね、さっきの利回りを元に決めることができるんですけども、ここからが今回の動画の本題。 じゃあ、その値段でどこの証券会社で買うのか。これもですね、実はすごく重要なポイントだと僕思っております。大手ネット証券会社って SBI、楽天、マネックスなんていうのがあります。じゃあ、この中でどこで買うのっていうと、まあ、多分皆さん SBI とか楽天使ってる人多いと思うんですけれども、大手3社、3社とも SPYD は買い付け手数料が無料。そして、 HDV については最近、マネックス証券が買い付け手数料を無料になりました。皆さん、このニュースご存知ですかねこんな風に、ETF によってはですね、どこの証券会社で買うかによって手数料が全然違ってくる事態になってきてるんです。そんな中で、この前、マネックスが HDV 買い付け手数料を無料にしますというニュースが出た時、多分、界隈の投資家の人みんな思ったと思うんですよ。おい !VYM の手数料無料はまだかと早くしろ 俺たちは待ってるんだよと。Twitter でも実際に VYM 早く無料にしてくれとか、僕のチャンネルの動画でもそんな声たくさんいただきました。では、実際この VYM 手数料無料って起こりうるのかそして起こるとしたらどの証券会社が最初に無料にしてくるのかっていうのを、ちょっと僕なりに予想してみました。3社のうち VYM に連動する投資信託を持っているのが SBI 証券と楽天証券。 それぞれ SBIVIM とか楽天 VIM って呼ばれて、いずれも分配金を出さない投資信託になってきます。ファンド内で再投資されてるんですね。ここについては賛否両論あるんですけども、まあ、配当欲しけりゃ ETF 変えようと、そういう考えのもとで作られてるんだと思います。証券会社にとって、この投資信託を買ってもらうのと、ETF 買ってもらうの、どっちが嬉しいのかっていうと、多分投資信託なんですよね。利益的にも。ただ、 この二つ人気があるかというとなかなかインデックスファンドなどには勝てない状況 SBI アセットマネジメントでは SBIV 米国高配等株式を SBI 証券だけじゃなくて AU 株コム証券とか SMBC 松井証券なんかでも販売しております SBI VTI とか SBI VT っていうのは SBI 証券だけですし SBI VOO については EMAX SLIM に勝ちたいそんな思いがあるのか一応外に出しているようです 楽天についても同様でして、結構いろんなところでですね、この楽天 VYM っていうのは買うことができます。ただ、信託報酬とか、そういったところが SBI よりも高いんで、これを下げない限りはですね、楽天 VYM に勝ち目はないかなと思います。自社関連の証券会社だけじゃなくて、いろんなところで取り扱いを始めている VYM の投資信託。やっぱり投資信託で買ってもらうのはうまみがあるから、こんな活動をしてるんだと思うんですけども、それを踏まえると、VYM の手数料を無料にしちゃうと、 ますますこの投資信託が売れなくなる。そういったことから SBI 証券とか楽天証券で VYM の手数料を無料にするっていうのはもうちょっと先の話なんじゃないかなと思います。ということで彼らの本音を勝手に僕が妄想してみました。マネックス証券としては大手2社に追いつくために今回とりあえず HDV を手数料を無料にしてみました。そして QYLD なんていう 結構トレンドなですね、EDF も買い付け手数料を無料にして話題性、ここら辺でちょっと頑張ろうと思っているところです。v i m については、まだちょっと切り札として残しておこう。HDV、QYLD がもう伸び悩んだ。そんな時に使っていこうという考えがあるんじゃないかなと思ってます。もちろん SBI や楽天に先を越されてしまっては意味はないので、ね、あんまり先延ばしにするのはもったいないっていう考えもあるんじゃないかなと思ってます。SBI についてはやっぱり、 SBIVVYM の資金を集めたいということで、なるべく VYM は手数料無料にしたくないなっていう考えを持ってると思ってます。ただ、ダークフォースマネックスが伸びてきてるんであれば、ちょっとこういうところで叩いておかないといけない。そういったことからも SBI もある程度危機感を持って VYM の手数料無料ってのは考えてるかと思います。そして、我らが楽天証券。楽天 VYM、もうパッとしないもんなということで、 SPYD の手数料無料も SBI の後手だったんで、VYM、SBI がやったら追いかけていこうかな、ぐらいに思ってると思います。もちろん、これは僕の妄想なんで、腹の内は全然違うかもしれませんけどね。少なくても、マネックスは切り札として使う、そんな感じで来るんじゃないかなと思っております。さて、まあ、こんな買い付け手数料の話はですね、蓋を開けてみないとわかんないんですけども、そういった将来ビジョンも踏まえて、 どこで買っていくのか。それぞれの証券会社って、ドルへの両替手数料、そしてその他のオプションサービスに違いがありまして、まず、ドルに変えるっていうだけで言えば、マネックスが一番安いです。ただ、将来的に VYM 売却して円に戻す。そこまで考えると現状は SBI が最安になります。そして SBI はこの ETF を貸し出して金利を得るっていうこともできますし、楽天証券は円建てで購入すれば、 楽天スーパーポイントアッププログラムがちょっと上がるっていうおまけもあります。今後も資産を増やしていって長期運用したいっていう人は貸し株サービスのある SBI、もしくはドル資産でずっと資産を増やしていきたいっていう人はマネックスがいいと思います。楽天は手取りがちっててどうしても SPU 上げたいっていう人は楽天証券ぜひ使ってみてください。まあこんな形でですね、自分の置かれている状況によってどこの証券会社で買うのかっていうのを選択する。 これも現代の投資家に求められる重要なスキルだと思いますので、各証券会社のサービス、しっかりと理解して、購入する値段だけじゃなく、購入する証券会社選んでいきましょう。さて、今回のまとめといたしましては、VYM、今回の分配金0.767ドル、前年同期費2.46%でした。去年を超えていくためには、今度の第4四半期の 配当金は0.82ドル。前年同期費マイナス16.8%よりも良い,い成績だったらクリアというとこです。さて、まずは一つ目 VYM 無事にクリアしてくれましたね。残り三つについてもどんどんと動画を上げていきますんで、後輩当 ETF 大好きな人、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。ご静聴ありがとうございました。